ブリトニー・スピアーズ、ブリトニー・ジーン・スピアーズ、ブリトニー・ジーン・スピアーズ、1981年12月2日帯、は、アメリカ合衆国のポップ歌手。日本での愛称はブリちゃん。現在は二児の母。身長163センチメートル。ミシシッピ州マコームにて、イングランド系アメリカ人の両親の間に生まれ、ルイジアーナ州ケントウッドで育つ。妹は、 女優のジェイミー・リン・スピアーズ。8歳にしてディズニーチャンネルのミッキー・マウス・クラブのオーディションに応募するも年齢が低すぎるという理由で落選する。その後、11歳でミッキー・マウス・クラブのオーディションに再び応募し合格。番組にレギュラー出演し、14歳でジャイブレコードと契約する。16歳でシングルベイビーワン、モアタイム。 ベビー・ワン・モア・タイム。1998年10月でデビュー。同シングルは全世界で915万枚の売り上げを記録し、世界19カ国でプラチナムディスクを受賞。同名デビューアルバム。1999年はバックストリート・ボーイズで有名なマックス・マーティンやホイット・ニー・ヒューストンを手掛けたエーリー。フォスター・ホワイトらによって制作され、 アメリカだけで1726万枚、全世界トータル3000万枚のセールスを記録し、35カ国でプラチナムディスクを獲得。発売から1年以上にわたり、チャートに登場するロングセールスを記録した。2000年5月、2枚目のアルバム、UPS! I アイ、リドイットアゲイン、ウップス、アイ、リドイットアゲインはアメリカで1300万枚、 全世界トータル2096万枚の売り上げを記録。先駆けて発売された同名シングルのラジオオンーは1週間で155曲のプレイリストにエントリー。アメリカの最高記録を塗り替えた。アメリカで650万枚、全世界トータル1200万枚を認定した3枚目のアルバムブリトニー、ブリトニー2001年の頃からセクシー路線に切り替わり、 アルバム、In the Zone, In the Zone、2003年では、完全にイノセントなアイドル性を払拭、セクシーなダンスビートをベースにしたサウンドで聴き手を圧倒させ、アメリカで430万枚、全世界トータルで800万枚を記録。同アルバムに収録されている曲、Every Time, Every Time のミュージックビデオでは、自殺未遂、ドラッグといった描写が問題となり、カットされた。 ブリトニーのミュージックビデオ、トキシックがイギリスのテレグラフが実の言った最もセクシーなミュージックビデオ、ザ・セキシーストミュージックビデオのランキング1位に選ばれた。2004年に発売されたベストアルバム、グレイティスト・ヒッツ、マイ・プラ・ランゲティブはアメリカで230万枚、全世界トータル600万枚を超え、日本でも80万枚を超えるなど、世界中で大ヒット。 2007年発売のブラックアウト、ブラックウートは全世界300万枚を売り上げ、フランスで開催された NRJ アワーズでベストインターナショナルアルバム賞を獲得。2008年発売のサーカス、サーカスは全米初登場1位を取り、6週連続でトップ10内にランクインしている。全世界で400万枚のセールスを突破し、ブラックアウトの売り上げを抜いた。 2009年に新曲3-3を含むベスト版のコンプリートヒットシングルズを発表。3はブリトニーのデビュー曲ベイビーワン、モアタイムやウップス、I did it again 最新作の If you seek エイミーなどを手掛けたマックス・マーティンによる作品である。2010年に発売したファム・ファタールは全米初登場1位を記録、プラチナム認定された。 2014年にアルバムブリトニー・ジーンを発表全米4位を記録するほか中国では1位を記録する大ヒットとなった2016年にはビルボード・ミュージック・アワードでミレニアム・アワードを受賞した例々年代最も売れた女性アーティストとして正式に認定されこれまでにリリースした6枚のオリジナルアルバム中5枚が全米チャート1位を獲得し 全世界トータルセールス1億枚を誇るスーパーアーティストである。2000年にインシンクのジャスティン・ティンバー・レイクと交際するが破局。2004年に1月、ハリウッドニュースワイヤーによると1月4日にネバダ州ラスベガスで幼馴染のジェイソン・アレキサンダーと酔った勢いで結婚するもすぐに思い直して55時間後には婚姻無効を申請、離婚するという騒動を起こした。 この離婚の際にブリトニーは遺者料を支払うことになり、約5600万円を支払ったという。2004年9月には妊娠中の恋人を捨てたダンサー、ケビン・フェダーラインと結婚することを発表。9月18日には結婚式を挙げ、10月7日に婚姻届を提出した。2004年11月にはベストアルバムを発売、アルバムのタイトルにもなっている。 ヒット曲、マイ・プリロガティブは、ボビー・ブラウンのカバー曲し、休業宣言した。2005年8月に妊娠を公式発表。その後、雑誌で、またにテイヌードを披露した。2005年9月、ハリウッド・ニュース・ワイヤーによれば、ブリトニーがロサンゼルスのホテル滞在した時に使用したとみられる、陽性反応の出た妊娠検査機が、チャリティーオークションにかけられた。 この妊娠検査機は、滞在先のホテルの従業員が、トイレのゴミ箱から発見したもので、オンライン上でカジノを行う、会社ゴールデンパレスによって、約50万円の値で落札されたという。この落札金は、小児がん患者や死体不自由児を支援する団体に寄付されたという。2005年9月14日に、帝王切開で長男のショーン・プレストン、ショーン・プレストンを出産。 母親になってもニューアルバムの制作は続いていた。公式サイトにて、アルバム曲中のサムデイ・サンデイのミュージックビデオを披露。大きくなって腹をさするシーンもある。出産数ヶ月後に第二子を妊娠。2006年9月12日に、次男のジェイデン・ジェームス、ジェイデン・ジェームズを出産。2006年11月7日。 ケビン・フェダーラインとの約2年間の結婚生活に終止符を打とうとロサンゼルス軍高等裁判所に離婚を申し立てた。理由は夫との妥協しがたい不一致。その後離婚協議の結果、翌年2007年3月に親権は共同保有、ブリトニー側からケビンに遺写料を支払うことで合意し、7月に離婚が成立した。2006年11月、 ケビン・フェダーラインと離婚申請をしたばかりのブリトニーがラスベガスのカジノで大儲けしたという。ブリトニーは掛け金の高いプレイヤー専用のコーナーでブラックジャックをプレイして10万ドル、日本円で約1200万円も儲けた。さらにこのカジノに来る前に参加したパーティーでラテン系俳優のマリオ・ロペスと一緒に参加しているところをパパラッチされ、新恋人ではないかと騒がれている。 2007年1月、全部のケビンと顔やスタイルが、そっくりのモデル兼俳優であるアイザック公演と、親密交際が報道された。ブリトニー自身も、アイザックを、特別な人と表現しており、一泊480万円も、するラスベガスのホテルで宿泊する姿をパパラッチに、撮られている。2007年2月、新恋人のアイザック公演と、 交際わずか3ヶ月で破局したことが分かった。アイザックはあまりに目まぐるしい環境の変化に耐えられ、なってしまったらしく、アイザックの知人は、報道機関に、アイザックは本当に、ブリトニーが好きだったし、彼女のために、何でもしてあげたかったらしいけど、もう耐えられなかったみたいなんだと語っている。2007年8月9日、元夫であるケビン・フェダーライン、が、 ブリトニーの旅重なる気候やナイトクラブなどの夜遊びから共同で持っていた子供の養育権をブリトニーから奪う書類を裁判所に提出した。2007年9月、ブリトニーは当て逃げと無免許運転の容疑で告訴された。ブリトニーは2007年8月6日に店の駐車場で右折する際に見知らぬ車のバンパーに当て、そのまま逃走した上に カリフォルニア州の免許を所持していなかった。この事件は当てられた車の持ち主が警察に届けたことがきっかけとなり発覚した。2007年10月1日、元夫のケビンと親権を争っていたブリトニーだが一時的に親権が奪われることが決定した。ブリトニーが親権を失うに至った理由としてドラッグやアルコールを常用している意があり。 検査を受けるように言われたがそれを拒否し、さらにカリフォルニア州での当て逃げと無免許運転したことだと言う。裁判でブリトニーは今後カウセリングに出席し、週に2度のランダムな薬物検査を受けることを命じられた。さらにブリトニーはケビンに配偶者のサポートとして月に2万ドル、日本円で約320万円を払い続けなくて払わないと言われている。2008年9月、 ブリトニーがチャリティのために自身のポートレートをオークションに出品したという。このポートレートはダニエル・マルツマンによって描かれた油絵で胸のあたりで腕組みをし両目を閉じたビキニ姿のブリトニーが描かれていてブリトニーの直筆のサインも入っているという。ポートレートはイーベというオークションサイトで1万ドル、日本円で約108万円からオーションが開始され、 9月10日に終了したという。2009年1月、デイリー・ミラーによるとブリトニーが契約金12億4000万円で自助伝を出版する計画が進められているという。この自助伝は数年にわたり数冊を出版する予定で、内容はお騒がせ、セレブとして名を馳せた成功の頃、結婚、出産を通して徐々に目立ってきた気候と、厚生施設での生活、 そして2008年の復活までだという。ブリトニーはこれまでのことを日記を書き溜めているらしく、その内容を載せていくのではないかと言われている。2009年3月、ドラッグやアルコールなどの問題を乗り越え、完全復活をし、ワールドツアー、ザ・サーカス・ストリング・ブリトニー・スピアーズを開催。2009年3月、兄の親友で、ブリトニーの代理人である。 ジェイソン・トラウィックと交際していることが発覚。2009年4月、法的貢献人である父のジェイミー・スピアーズの厳重な監視下の下でツアーを行っていたブリトニーだが、ジェイミーが仕事でロンサンゼルスに行っている間に、ツアーのバックダサーを務めている21歳の義を、本名チェイス・ベンツと親密な関係になっていることが発覚した。 ブリトニーは彼に靴や服を買ってあげるなど、お互いの関係を楽しんでいたが、父が仕事から戻ると何事もなかったかのように今まで通りに戻っていたという。以前、ブリトニーは自分の恋人は自分で選びたいと語っており、この親密な関係は遊びではないのではと言わた。2009年4月、バックダンサーとの親密ぶりが報道されたばかりのブリトニーが、 不動産投資家で億万長者のジョン・サンダールとの婚約のニュースが報じられた。ジョン・サンダールと最初に出会ったのは、リハビリ施設にいた時で関係者によれば、今回のツアー中にニュージャージーで再会し、二人の関係は親密になり、4月初旬には、サンタモニカのサンドウィッチ店のサブウェイの前で、ジョンが5億円のダイヤの指輪を手に突如ひざまずいて、ブリトニーにプロポーズしたという。さらに二人は、 ジョンの親戚が所有するドイツの牧場で結婚式を挙げる計画もあるという。これに対し、ジョンは一切お話しすることはありませんと目秘し、ブリトニーの広報もすべてが事実無根ときっぱり否定をしている。2011年12月15日、恋人のジェイソン・トラウィックとの婚約を発表。ラスベガスのヒルトンホテルにて婚約パーティーを開催した。 2007年初頭より精神不安定のためか突然自らバリカンを持って坊主頭にしたりパパラッチを傘で叩いたりなど迷走していた家族や関係者の説得もあって3月下旬までドラッグリハビリの他厚生施設に入所ダンススタジオに通いボイストレーニングをするなど復帰の準備を本格的に開始5月1日2004年6月のアイルランド公演以来 約2年10ヶ月ぶりにカリフォルニア州サンディエのライブハウスで15分ほどのライブパフォーマンスを披露した。すべて口パクであったがそれでもファンは待望のステージ復帰に喜んだ。フロリダ州オーランドとマイアミでのミニライブのオーロ、川製のシートがないという理由で飛行機を降り、離陸時間を1時間遅らせる。その後のオーランドでのライブでは、口パクでルサムシン。 ルーサンサンを歌っている最中に、バックに流れていた CD が音飛びして何度も同じ、ところを繰り返し、仕方なく、観客に背を向けて誤魔化した。7月、シンディローパーのコンサートに特別出演する予定だった、ブリトニーが急遽出演をキャンセル。理由は、口パクではなく、生で歌うことが条件だったためと言われる。8月に、新曲、ギミ、モア、ギンメモアを発表。 楽曲の評価は、比較的高いが、9月に MTV ビデオミュージック、アワーズでパフォーマンスをし、高視聴率をマークすることはできたが制裁を書き、花々しい復活を印象づけることはできなかった。ダンスにまるでキれがない上に顔は無表情であり、露出度の高い衣装で崩れた体型が目立ち、口パクのタイミングも合っていなかった。このため、各メディアやネット上で、ブリトニー、 復帰失敗などと酷評を受けた。10月には裁判所が命じた事前に日時を特定しない薬物検査を受けなかったため親権を失い面会権のみに制限されたがその面会権も一時的に差し止められた。11月に4年ぶりとなるオリジナルアルバムブラックアウト、ブラックウトを発売する予定だったがインターネット上での流出があまりにひどいために 急遽10月30日に発売が早まった。ブラックアウトからの先行シングル、ギミモアはプラチナムを獲得した。アートワークの中には、挑発的な服装をしたブリトニーが、教会の残悔室の中で神と並んで写っている写真があり、うち一枚は、彼女が神父の膝の上に乗っているカトリック教会から、教会をあざけるのをやめ。 エンターテイナーとして徹するべきだと強い抗議を受けた。なお、日本版の発売は予定通り11月14日である。ビルボードチャートでは1週間に29万枚のセールスを記録し、5作連続の1位も期待されたが、イーグルスのロングロードアウト・オブ・エデンに阻まれ初登場2位、日本では4位。なお、2007年にはマジシャンであるクリス・エンジェルとの交際がパパラッチにより、 明らかになっている。2008年1月3日、ブリトニーはこの日の午後、ビバリーヒルズの自宅で二人の息子と過ごしていたが、元夫ケビン側に息子たちを引き渡すことを拒否。警察が出動する事態になり、ブリトニーは何らかの物質による合併症状を発症しているとされ、精神状態の医学検査を行うため救急車で病院に搬送された。5日には病院を退院した。 この騒動により子供たちとの面会権を失ってしまう。1月31日、ブリトニー自身もしくは他の人たちに危険を及ぼす可能性があるとして、カリフォルニア大学ロサンゼルス校医療センターに搬送された。3日間の集中鑑定、治療の結果、引き続き14日間の治療が必要と診断されていたブリトニーが2月6日午前11時30分頃に、 入院していた、ユーシアレイ病院の精神病棟を緊急退院した。ユーシアレイ病院の担当医は、法律の下に、ブリトニーを入院させていたが、ブリトニーの容態は安定し、自分や他人に危害を加える恐れはないと判断し、ブリトニーが退院を望んでいるために、これ以上の入院は必要ないと判断した。入院直後は抵抗していた、ブリトニーだったが、病院内では、 診察に協力的でとてもおとなしかったという。その後、父親のジェイミーが、ロサンゼルス地方裁判所により青年貢献人として選出され、権限を与えられて、ブリトニーをサポートしている。2月22日、1月3日以来会っていなかった、息子たちの面会権を得ることができた。2月中旬から6から15歳で15名くらいのダンスレッスンの講師をブリトニーが行い、 子供やその親から絶賛されている。クラスの子供は全員ブリトニーが大好きで、子供の親も子供と一緒にいるブリトニーは素晴らしいの一言です。子供はいつもブリトニーと一緒に踊って、ブリトニーがきっかけを与えてくれたんですと絶賛。そしてブリトニー自身もかなり癒され、楽しんでいるという。また、子供たちと一緒に撮った写真をフォトエージェンシーを通して、 世の中に売り出し、売り上げは子供たちのがん治療を行うテネシー州、メンフィスのショートトーン、ジュード・チルドレンズ・リサーチ・ホスピタルに送られ、チャリティーにも貢献している。2008年3月24日、CBS で人気放送中のコメディテレビドラマ、ママと恋に落ちるまで、ハウ、アイメット・ユア・マザーにゲスト出演し、1067万人の視聴者を獲得し、 放送開始からの3年間で過去最高記録をマークした。未だにブリトニーに対する注目度が高いことを証明したことになる。テレビに仮面を出演するのは2006年の NBC。二人は友達。ウィルグレース、ウィルグレース以来となる。また、ブリトニーがドラマの中で着ていた衣装がチャリティーオークションに出品され、集まった収益金は 環境保護団体の天然資源保護協議会に送られた。6月25日には子供たちと一晩過ごせる権利を裁判所から下され、2006年の離婚以来続いていた親権争いは7月18日に和解が成立した。和解ではフェダーラインが息子二人の親権を維持することとなった。そして9月7日、MTV ビデオミュージックアワーズのメインとして元気な 姿を見せ、見事3冠を獲得し、花々しい復活を遂げた。そしてまた、12月の自身の誕生日の2日に、復活作、サーカス、サーカスをリリース。ファーストシングルの、ウーマナイザー、ウモンザーが9月26日に、ラジオで解禁された。その、ウーマナイザーは、iTunes USA で1週間に28万6000ダウンロードされ、 ビルボードホット100にて96位から1位という当時、歴代最高のジャンプアップにより、シングル、ベイビーワン、モアタイム以来の1位を獲得した。2008年は、ブリトニーの年と言われ、2008年のヤフー、検索アードで1位だった。過去8年のうち7年間はブリトニーが1位を取っている。2009年に開催されたの音楽祭、NRJ アウォーズでは、 最優秀インターナショナル女性アーティスト及びシングル、ウーマナイザーでの最優秀シングルと2部門で賞を獲得するなど検討を見せた。ウーマナイザーはブリトニーのシングルの中で最も売れたシングルとなった。そして発売2ヶ月で前作を超える全世界セールス400万枚を突破したアルバムサーカス。まさに完全復活を果たしたブリトニー・スピアーズが 3月3日、生まれ故郷のある、ルイジアナ州のニューオリンズアリーナにて、約5年振りとなるツアー、ザ・サーカス・ストリング・ブリトニー・スピアーズをスタートさせた。このツアーは、29都市36公演のほぼ全てが、約2万人収容の大会場、計50万人以上を動員するダイアリーナツアー。6月3日より、ロンドンの大ニーアリーナで8公演を開き、ロンドンだけで十数万人を動員した。 レイヤフーが発表した21世紀最も売れたシングルトップでブリトニーは4位トキシック5位ウーマナイザー6位ウップス I did it again でトップ20のうち3曲もランクインした他に3曲ランクインしたのはシャキーラだけである2009年10月にブリトニーの新シングル3-3が約25万5000回ダウンロードされ ビルボードホット100で自身3曲目の1位を初登場で獲得した。初登場のシングルが1位となったのはテイラー・ヒックスの Do I make you proud 2006年以来3年ぶり。また、米オーディション番組アメリカンアイドル出身者ではないアーティストがビルボードで初登場1位を獲得したのはセリーヌ・デオンとアール・ケリーの I'm Your Angel 以来11年ぶりとなる。 また1位を取ったことをツイッターでは私のファンに3がビルボードホット100で1位になれたことにお礼を言います。私は世界で最も偉大なファンに恵まれていると思ってます。私はみんなのために頑張っているのでみんなが3を好きならとても満足です。ブリトニーとコメントしている。同月イギリスのパーククリスマスセービングが行ったアンケートでセレブママの1位に選ばれた。 どの雑誌にも2009年はブリトニーのことをカムバックスターと言っている。現在は音楽シーンをポップアイコンとして世界を引っ張っている。2004年10月、ハリウッドニュースワイヤーによればブリトニーはマリブに約7億円でケビン・フェダーラインとの新たな新居を購入したという。この新居は約6070平方メートルの敷地内に建てられており、 2740平方メートルの広さがあるという。さらに寝室と浴室がそれぞれ8つあり、ジムやスパなどの設備も完備しており、庭にはテニスコートやプール、屋外キッチンもあるという。2007年1月、経済誌、ホーブスがエンターテインメント界で活躍する女性で資産の多い女性のトップ20を発表し、ブリトニーは総資産121億円で12位に、 ランクインした。2008年9月、ブリトニーがロサンゼルスにある家を家具をすべて備え付けて790万ドル、日本円で約8億7000万円で売却することにしたという。この家は6つの寝室と6つの浴室がある、ルネッサンス町の家で、敷地がおよそ700平米あり、図書館やウェットバーまであるという。2009年4月、 パレード氏がセリブの年収を発表し、2008年度の年収が225万ドル、日本円で約2億に500万円であることが分かった。2009年9月、バングメディアインターナショナルによると、ラスベガスのミラージュホテル内にあるお菓子屋シュガー、ファクトリーに立ち寄り、シュガーファクトリーのミルクチョコレートを箱1本25ドルするロリップを25本など、総額3000ドル、 日本円で約27万円の買い物をしたという。関係者は3000ドルくらい買って10袋を抱えて店を後にしました。子供たちのためのお菓子や T シャツとバックダンサーのために高級ロリポップをたくさん買いましたとコメントしている。さらに店側は2500ドル、日本円で約22万5000円分のお菓子をブリトニーのホテルに届けたという。 2010年11月、米経済誌、フォーブスが2009年6月1日から2010年6月1日までの1年間で30歳未満の最も稼いだセレブを発表し、ブリトニーは6400万ドル、日本円で約57億6000万円をギ、2位にランクインした。ブリトニーは100公演を開催したワールドツアー。 ザ・サーカス・ストリング・ブリトニー・スピアーズの収益に加え、タブロイド紙や米大手のデパートチェーン、コールズと具を組んで生まれたブランド、キャンディーズのオリジナルの香水の売り上げなどの収入があったという。2010年12月、経済誌、ホーブスがエンターテインメント業界で最も稼いだ人物を発表し、6、400万ドルを稼いで13位にランクインした。 同志の2012年版では5800万ドルを火星で7位にランクインした。これは女性アーティストでは1位、ソロアーティストでは4位。2007年11月2005年に発売された Do Something のミュージックビデオの中でブリトニーが乗っているピンク色のハマーにルイ・ヴィトン定番のモノグラムの桜柄と思われるような柄がダッシュボードにデザインされていることについて 普通ブランドのルイ・ヴィトンがブランドイメージを下げるとして訴えを起こした。この訴えに対して民事裁判所はルイ・ヴィトンの申し入れを受け入れた上でビデオを制作したプロデューサーに117,600ドル日本円で約1,300万円の賠償金の支払いを命じ、さらにビデオがネット上から削除されるまでの間、1日につき1,470ドル日本円で 約16万円を支払うように命じた。2007年11月、ブリトニーと元夫のケビンが子供の親権について争っていた裁判において、ブリトニーの金銭面での文書の内容が明らかになった。ブリトニーによって提出された文書によると、月収は約8500万円でそのうち、趣味とギフトや休暇に約1180万円。 洋服に約180万円、食費に約55万円、携帯電話代に約29万円を使っていた。一方、元夫ケビンの2006年の収入は約50万円で、ブリトニーから子供の養育費として月々170万円をもらっていたという。2008年12月、アクセスハリウッドによると、裁判所はブリトニーの父親、 ジェイミーを金銭などの貢献人にしているが、アルバム、サーカスのヒットによって多忙となったことから、ジェイミーの報酬を、月1万ドル、日本円で約90万円から、月1万6125ドル、日本円で約145万円にアップすることを言い渡した。また、昇給前の仕事に関しても、約338万円が支払われるという。これに加え、裁判官は、 ジェイミーの仕事場の賃料として、約10万円を毎月受け取る許可を出し、ブリトニーの兄で、ブリトニーの信託を管理しているブライアンにはジェイミーが、後見人になる、以前の報酬として約1、800万円が支払われ、弁護士たちには合計で、約6、930万円が支払われることが、決定した。この他にも1億3、500万円を保証金として、 設定するよう言い渡している。2010年10月 tmz.com によると、ブリトニーの子供の面倒を見ていた元ナニー、子森のフェリアルザルタッシュが賃金未払いでブリトニーを訴えた。フェリアルザルタッシュはパーソナルアシスタント兼ナニーとして雇われたものの、1ヶ月後に辞職した。 その1ヶ月の仕事でもらうべきだった賃金の35,202ドル、日本円で約299万円が未払いだった。フェリアルザルタッシュは1ヶ月分の支払いの他に、賃金未払いの罰金と残業代として19,940ドル、日本円で約170万円を要求している。2004年に、エリザベスアーテン社のブリトニー・スピアーズブランドとして、 ファーストフレグランスのキューリアス、キュリアスを発表。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。